じゃあ今日から無血戦争は第2章ですね。オーゲーミングとアメリカ海軍大学って、まあアメリカ海軍大学でオーゲーミングどういうふうにやり始めて、どういうふうに名称したかって話ですね。一応中付けたので説明しますと、海軍大学っていうのは海軍の士官が士官になってから数年経ってから、まあ少尉から上がって大尉とか少佐ぐらいの人がその上の参謀とかあるいは提督になるために進む大学です。大学っていうけど、まあ、大学校の方が近いのかな、どっちかっていうと。そう、アナポリスですよね、大学校。アナポリスだけど、アナポリスの歯科学校じゃない、そのさらに上の上級の課程ですね。日本の陸軍大学みたいなのとはちょっと、いや、まあそういうことです。平たく言えば歯科学校を借りて陸軍大学で行くのと一緒で、海軍、日本の海軍も歯科兵学校から海軍大学っていう、またさらに絞った人しか行けないところにっていう感じですね。あの日本 の, あの陸軍大学とかは、はい、あのその成績がね、うん、この出席に出世に結びつくみたいな、ね、あの東条英機出席みたいな話があるけどそういうほどの権威みたいなのあるんだ。いや、やっぱりあるみたいですよ。あることありますよ、その成績、うん、特に戦争じゃないときは成績がいいと思う。まあまあ、それはそうですね。戦争くらい軍校だから、まあ、それは別ですけどね、戦争くらいは。じゃあまあそういうことで海軍大学は何歳ですか。19世紀の最、まあこれちょっとパーラさんの引っ張ってきてますけど、19世紀最後の四半世紀はということは南北戦争が終わった後ということなんですけども、うんうんうん、アメリカ海軍の社会的な地位とか技術的な変革のあった時代だそうです。実際そうですけどね。で、まあ、南北戦争の後にいろいろアメリカにも産業革命の波が入ってきて機械化が始まりますし、あと大きなのがアメリカの帝国主義に入ってくる時代なわけですね。ハワイを取ってでさらに中国に手を出してみたいな。で、まあ、19世紀にはまだ戦争をしてないですけど、20世紀入ってすぐにあの米西戦争をやって、フィリピンとガムがアメリカの領土で、あとプエルトリコか、あと技術的には蒸気軍艦ができたり、船の船体が鉄になったりといった革新がいろいろあります。という背景でアメリカ海軍大学もできるわけですが、ただその前にその世の中の発展、特に工業の効率化で戦争なくなるんじゃないみたいな楽観論がアメリカには当時ありました。あったんですね、そういう。そうなんです、TV パーダさん言ってますよ。あの今のアメリカから見ててちょっと死にかたけど、アメリカってそんなに戦争熱昔はなかったんですよね、うんうん、どっちかというと問答主義の方が強くて、そういうイメージあるね。まあそれが要するにアメリカって大西洋とがあってヨーロッパとすごい遠く離れてるから、はい、うん、戦争ないだろうっていう、まあ、安心感があったわけですね。島国と言えなくもないみたいな島国なんかよっぽど減った、島国より海で隔てて先進国と離れてますからね。軍事研究などとアメリカだから、まあ、停滞ムードが漂ってた時代です。そんな時にステファン・B・ルースさんという人が登場して、まあ、改革者としてアメリカ海軍でなんかいろいろやるんですが、ルースが考えたのは海軍士官というのはただの技術屋じゃダメだと、要するに船を動かす機械技術に卓越してただけじゃダメだと、軍人だから。で、海軍独特の技法、まあ、要するに戦い方ですねについて、まあ、船の使い方と、まあ、戦術に熟達した、まあ、名人という言い方がいいかどうか分かんないけど、まあパールさんが言うには名人と言ってますけど、に変質させることに執念を燃やしたと。つまり軍人が軍人であるということを、ただいわゆる日本人が考えている軍人のイメージの軍人じゃなくて、ちゃんと軍事を考えて戦いに生かせる軍人ということですね、ここで言うのは。で、まあ、1884年にルースさんはですね、日清戦争の10年前ですね、ちょうど、まあ、それぐらいの時代だと思ってください、海軍大学を初めて、世界で初めて作ります。まだ海軍大学は世界にないんですよ、こういうものが。なんかそれは結構意外な感じがしますね、うん。いや、実際海軍大学を作った時にかなり馬鹿にされたそうですよ、海軍の中のお偉方から。それは、戦い方なんて教えられるわけないだろうみたいな、そんな。ああ、そうなんですね。まだそんな時代ですよ。なんとなくわかるけどね、軍人ってそういうとこあるからね。あの天性の才能のもんであってみたいな。経験じゃないですか、才能なんですか。だから経験はあと、あの歴史の本読めいいじゃんみたいな、
しかもアメリカ歴史ないしか。いやまあよその国の歴史、まあ、だからそうするとイギリス海軍の歴史を学んでみたいになりますけどね。でまあ海軍大学を作ってその初代の校長にまあ有名なアルフレッド・セイヤー・マハンという人、この人は日本海軍にも影響をかなり与えてますけど、で人とあともう一人、まあ、カーティ・リトルという、うん、マッキンザーとマハンという陸と海で考え方が2つ分かれてます、ね、そっちにも関わってる人ですよね。マハン自身は実際は自身は別に自分が地政学の関係だと思ってないんだけど、マッキンザーも地政学とは言ってないはず。そうですね、地理学者、うん、後から地政学というふうに素行的に後の研究者が言うようになって、だからハスホファーじゃなんだっけ、ハスホファーもそのハスホファーがその地政学って名乗って、そうですね、でマッハンとマッキンダーを後から地政学というふうに、まあ、定義づけた。地政学っていう訳がいいかどうかもあれだけど、ゲオポリティクスってどう訳すって難しいですけどね、まあ、そもそも侵略イデオロギーなんでそういう意味ではゲオポリティク、ただまあ実際に使われてきたという意味では歴史性があるから、まあそうね、こなかったことにできない。だからそれをこう嫌がる人は政治地理学とか国際政治地理学とか言い方変えてますけどね。そうですね、最近またなんか奥山とか浅野とかが地政学地政学って言ってるけど、ね、そうそう、奥山さんって宇宙も含めて地政学、まあ奥山さん完全にこう右に振り切れちゃって、振っちゃいました、あの人もなんか、いや振っちゃわないんだけど、あんまり海上自衛隊に変な意見が大学で教えるっていうのは戦術を教えるんですか、戦略的なこと、両方ですね、うんうん、まあ、その辺のことを延々このウォーゲーミングに絡めて書いてます。具体的な海戦の戦法みたいなこともやる、やります、やります。まあそうだろうな。まあじゃあそこでマッカーティ・リトルという人とのニューポートのウォーゲーミングの開始ってタイトルがついてるんですが、リトルはルースの友達で古くからの健康上の理由で陸上勤務についてから海軍を辞めた人です、一回、うん、で、まあ、要するにルースさんがそのリトルさんにもう一回海軍で働いてくれっていう、海軍大学作ったからそういう仕事あるちょっとやってくれっていうふうに頼まれて勤務についてるわけですね。かなり、まあ、かなりいい加減というか今の日本の大学とこの間違いますよね。ちょっと先生やってくれ、教授やってくれなんて言って、まあ、今あるからまだ時代なら同じようなもんでしょ、うん、日本明治だから確かに、ね、確かに別にでも今でも講師ならちょっとやってくれぐらいの感じで、あ、講師がね評判が悪いですよね、非常勤講師で来てくれるんでしょ、経済だったら銀行家の人とかね、あとマスコミが社会学行ったりね、まあ、日本の大学費はこれにしといてで、まあ、リトルさんは教材の準備を助けて、まあ、教材に準備してですね、あと図書館も作って、うん、で大学の管理業務もいろいろやったと。えらいですね。そうですね、すごい、いろんなことやってます。すごくえらいですね。ちなみにこの19世紀、さっきも言いましたけど、軍人が学問的に軍事を学ぶ必要なんて別にないじゃんって言われてた時代、ドイツがちょっと違うってって感じですよね。で、さっ、前回の発表でイギリスのスペンサー・ウィルキンソンが出てきましたけど、あの人も軍人じゃないですから、イギリスで初めてこの軍事専門家みたい、軍事評論家みたいなことを始めた人で、陸軍に頼まれていろいろ教えてもいますけど、で、まあ、ドイツだけがちょっと参謀本部がクリクスピールがあるんで別の流れに行ってますけど、でもクリクスピールも始めた頃、前々回ぐらいに言った通りでいろいろ批判も食らってたわけで、うん、まあ、本当に脳筋の人ばっかりの時代だったんですね、軍隊が。で、まあ、マハンが2代目の校長になります。最初、ルースさんがまあ校長、一応やって、それから本格的になるのがマハンの2代目の時ですね。で、ここで、まあ、マハンはリトルさんの支援で、ケルンのウォーゲームと題された講義を行うって書いてますけど、まあ、なんか、そういうゲームがあったみたいですね。うん、ケルンって何を指してるのかちょっとよく分からなかったんですけど。ケルンって、あんともケルンだろうと。これウォーゲームの話をしたんですかね。これはそうですね、おそらく、うん、まあ、ウォーゲーム必要だっていう攻撃とかなんかしたんでしょうか。違いますよね、うん、グループとかそういう意味で、で、まあ、リトルさんの方はというと、海軍大学校の近所にいた、まあ、アメリカンクリックスピールという本を書いた著者の、もうこれはそのままそのままズバリの本ですよね。リバマー陸軍少佐と影響を受けたらしいというふうに書いています。
まあ、クリックスピードあるよってことも、まあまあ学んだっていうのは十分ありえると思うんですけど、うん、で、まあ、ここでまたルースさんに話変えますけど、初代校長、理論と実も両方の指導が必要だっていうふうに考えたけどね、大学で教えるには、まあ学びて時にこれを習うじゃないですけど、でまあ大学に船を付属させて、まあどうしても実でいろいろ教える必要がありますから、ね、練習を始めましたと。ですごいのが、まあ夜間攻撃の訓練はいいんですけど、陸軍と共同した上陸作戦の演習とかもうやってるんですよね。ちょっとこれは軍事的には興味があるところですが、後のアメリカの方がもうあるんじゃないかという感じがします。こういうのはこの辺からなんですね、始めたのは。そうなんですよね。ただルースさんがいくら頑張っても海軍長官、まあ日本でいうと海軍大臣なんですけど、海軍大学校 あの行動自体にあまり好意的じゃなくて、船を使えなくさせるという嫌がらせしたい、よくわからないですね。なんかいろいろよくわからないこと結構こういうのは縦割りなんですよ。あ、そうなんですか。まあセクト主義みたいなのがいろいろある、だからある種ライバルみたいなのがある。あ、うん、でまあ実際の船使えなくなったおかげで海軍大学校の大ゲームに よりシフトしたという、なかなかそういうそういうことかいっていう、そういうことでいいのかまあまあしょうがない、うん、結果としてよかったかもしれませんけどね、うん、でまあ1887年、まあイートルさんは最初に大ゲームを始めますと、海軍大学ので、その翌年からイートルは戦略と戦術の講義も受けますようになります。まあ、ここで戦略と戦術の使い分けの話は別にしませんよさすがに、まあ、ゲームなら何となく分かるでしょうから、うん、はい、で、リトが積極的に外国の文献を翻訳で、なんで最初がこれだか分かんないんだけど、イタリア海軍のコロンボ隊って人のウーゲーミングの著作を最初に翻訳したそうなんですよ。なんでイタリア海軍なんだ。あんまりイタリアっていう言葉は今のところ出てきなかったですね。出てないですね。あれルネッサンスの頃のなんかチェスからちょっと変化したゲームしか出てないよ、ね、その前はね、スペインとか、あともっと前はトルコと、うん、正解権を争ったという、はい、あれがあるから、まあ、確かに歴史があるのはあるんだけど、ちなみにこれコロンボ隊って書いてあるけど、多分コロンブス隊でしょうね、うんうん、名前で。まあ、リトルさんは海軍の反対派と戦いながら大ゲーミングを行いましたと。で、まあ、その活動が功を奏したのが1894年からあの海軍大学の必修の科目になります、うん、でどういうことをやったかというと、学生にまず問題出して、で学生はそれに対してこういうふうに戦いまして答案出してきて、でそれじゃあ実際に大ゲーミングやってテストして、ね、その良し悪しをまあ披露するという、うん、もうだから最初からもうゲーミングなんですよ、うん、でどうやったかこれがマスコミにちょっと注目されたと、うん、まあ多分海軍大学校でなんか変なことやってるよぐらいの注目度だと思うんですけど、海軍大学ができたのが、まあそう、まあ1884年かで、海軍でで、 もう10年経って、10年ぐらいか、10年ぐらい経ってますね、まあ、で、はい、さらに10年ぐらい経って1895年にあの左海軍長官で海軍大学校をまあ訪れて、うん、まあ、視察するわけですね。で、まあ、あこんなことやってんだっていうのも実地にいるわけですが、でさらにその2年後、セオドア・ルーズベルト、日本でもなかなか関わりのある人ですけど、日露戦争の時にあの講和の斡旋して場所も貸してくれたルーズベルト大統領ですが、まあ、この人海軍びいきな人で、あのこのセオドア・ルーズベルトの時にアメリカ海軍ってすごい飛躍するんですよね、規模的に。で、まあ、日本にもグレートホワイトフリートが来て、ちょっといろいろこう表向き表敬訪問で、まあ、実際には自治行動だと言われているようなことをやってますけど、まあ、そのルーズベルトさんが、私がニューポートを訪れるときには、機構の、まあ、アメリカ海軍大学校の偉大な戦略的ゲームの一つを見るために時間を取ってほしい、要するにウォーゲーミングを見学したいということですね、うん、でその例に対してリトルはあの船一隻一隻同士のゲームと、
あと艦隊が戦うゲームと、あと戦略性ゲームの3つを提示して、まあ、結局ルーズベルトが感染を希望したのは最後の戦略的なやつですね、まあ、やっぱりそこは大統領という立場の上でしょうけど、で、ね、個々の船は3インチの長さに切れた厚紙で作ってあって、演習場は格子で区切られた大きな紙、まあ、のうちにはマス目に振ったバンとかボードが使われるようになったと書いてますけども、で、まあ、船が戦うときは、船が戦うときには艦艦でも艦隊でも結局同じですから、砲撃とか魚雷の攻撃がどうなったかということを判定するのにサイコロを使ってみたいなことはやってますね。もう完全にウォーゲームになってるんですよ。そうですね、もろにウォーゲームですで、ウォーゲームゲームとハンドブックなんでコピーしたかっていうのをちょっと見ていただければ分かると思いますが、要するにこんな感じで、まあ、これもっと新しい、今でもやってるってことなんだけど、つまり。ああ、もう全然これ今なんですね。これ今でしょ。サイコロが特に。すごいね。うん、でも要するにこういうことなんですよね。すごい、すごいですね。これはダニガンのやつじゃなくて。違います。これはね、アメリカ海軍のやつですよ。確かちょっと知り合いがこんなのあるよって言ってましたね。プロフェッショナル。そうですね。まあ、プロフェッショナルだからいいような、これがその、どうだろうな、8畳一間とかリビングとかだったらもう完全にあれな感じになるこれ椅子ですよ、椅子ですよ、これ椅子なんだろうね、広いんだよ。ちなみに同じ紙の隣にあるやつが戦略的な、これはもう現在のアメリカ視点の戦略だから、地球全体っていうのもとんでもないです。なかなかすごいね、うん、こんな感じのところでやってるみたいな。ああ、まあそうですね。ただ面白いのはコンピューター発達した時代でスクリーンまであるのになんでボードなんだよっていう、いやなかなか、まあ、直感的に分かるのが、そうね、うん、おそらくそういうことでしょうね。数字的に正確なよりは直感的に分かる方が、うん、あと時間的に短いんでしょうね、意思決定がしやすいってことは、うん、ここに「ファシリテーターウェアニス」って書いてある通り、うん、感覚をつかむためにもそういうことですね。あのこれ D20 だけど D10 はな、これよく見たら、ああ、あの20面体だけど、うん、11から20がないやつ、うん、ああそうですね、あの昔の D&D の箱を開けるところ、ああ、まあアメリカでよく売ってるっていうか日本でもよく売ってるけど、だから10面体っていうのは正確な正10面体はないから、うん、20面体1から10にしたりしてますよね、0から9とか、だから佃ホビーのダイスはなぜか高い値が出やすいとか本当かまあ企画品だから偏差出るんでしょうけど、佃ダイスってやつが、ダイスいや作り方が違うんですよ、あの八面体 の, あの端っこをこう切ったやつ、あ、はいはいはい、あれね、あれわざとそれ使ってるのもあるよね、まあ、それ初日の時使って算数セットに入った台と同じですか、あ、そうなんですか確かにあれってなんかちゃんどれぐらいの思考してあれになってるのかちょっと気にはなりますね、うん、でもここで読んだ本だと二十面体ダイスはほら D&D が売るためにそうそう、二十面体ダイスを売りたくてルービーに入れたっていう、あのプレイングアップザワールド、多分ね D&D とかよりも先にあのオペレーションズリサーチで使ってたのに、あ、まあ、使うですよ ね, 1020面体があったら、うん、というか、まあ、D&D のためにわざわざ会社を開発しないですからそれはないよね結局だから6面体だと確率的にあの 10% が出せないからさ、そうね、使いづらいんでしょうね、うん、まあ、6分の1ってなんか計算しにくい、しにくいですよね。プレシジョンダイスってのは何面体まで2種類のプレシジョンだってあるんですか、6面体しかないですか、6面しかないよね、私は思ってるのはね、プレシジョンダイス、プレシジョンダイスって私も思ってるけど、あ、はいはいはい、あの全くその均等な重さにしてやる、うん、いや偏りだけだ、それこそ体験勝てる場面くらいしか、私はプロシーンダイスってほとんど意味ないと思ってる、まあ、部屋角が過ぎちゃうよねいや、真顔でさ、あの6が出やすいんだって言うんだよ、6が軽いから、本当かな、あ、だから埋めたりしてますけどね、いやだからね、プロシーンダイスはね、でも本当に6が出やすいですかね、それとも別に振ってみれば分かる話じゃないですか、何回ぐらい
いや、まあ、何回ぐらいっていうかトラック1台分買っていて、うわーってやるじゃないですか。数回数じゃなくて数でも分かりますよ。これで6が出やすいと分かってどうなるんだという話です。すげえ出やすいなので、ね、そうそう、そんなに影響当たるの偏りがあるはずがないと思うんだよね、うん、まあ実際私もう20代の頃にサイコロ4つぐらいをそれぞれ100回ずつぐらい偏差あるかどうか見たことあるんですけど、うん、若干ありますね、偏差。ああ、やっぱりそういうのはチェセックスとかそういうそのダイス屋さんが発表とかしたりしてないんですかね、そういう統計とか。あるのかな。プレシジョンだとこんなに偏らない。まあいいや、対象の話は、まあ、まあ怪しいものはありますよね。対象の法則があるから。じゃあちょっと話を戻しましょうか。ギャンブルがありえないわけですよ。別にゲームで怪しかったってね。まあしたことはないです。したことないですで、まあ、今のは戦術的なゲームの話ですが、戦略的なゲームの方だと関西が出会った時に2対1で、多い方なら負けた方が除去されてとか、3対2でだったら負けた方が半分失ってみたいな、そんな感じで言うこと。要するにサイコロ使ってとかやってなかったら最初は戦闘結果表、あ、違う、これ遭遇か、遭遇だから、3対2の勝ち目っていうのはどういう意味だ、これは。6-4じゃないですか、違うかな。2つの艦隊が要は 2対1であるような状況でぶつかったらってことですよね、うん、そういうことですよ。だから2対1っていう状況がどっかで設定されてるってことですよね。ああ、まあそうです、うん、だからルールブックに書いてあるんでしょうけど、2対1の場合だとか3対2の場合だとか、どっちかといえばユーロゲーム的な判定方法なわけですよね、これ。うん、そうですね。あり、いわゆるこれだけやってれば普通に2対1だったらそもそも遭遇に行かない、行かないですね、うんうん、まあだからそう2対1で行くなよってことなんですよ。ああ、そうだね。ここのこのルールが言いたいの。まあそれぐらいのことだと、あの、なんだっけ、ランチェスター戦略じゃない、ランチェスター戦略、あれがまだ出てないから教えてやる。数学的にそのどれぐらいのパラメータだって解析できなかったでしょうね、この頃、うん。あともう一個最後、決闘ゲーム、要するに船が一隻来た一隻は、あの、人気がないんで、ていうか、恐らく意味がないんで、1905年に廃止されてしまいました。で、艦隊ゲームと戦略ゲームは個別でプレイすることもできましたし、戦略ゲームの一環として、再戦したら今度、艦隊戦の方ゲームに移るというやり方、まあ、これが一番、やれましたと。で、まあ、海軍大学校ではあの演習でシナリオを作って、あのシナリオってどんなもんだかってこの間日本陸軍のお見せしましたけど、多分あんな感じで上空設定が書いてあって、兵力があって誰が何やって書いてあって、成績とか将来のかかったタイタンは嫌だな。タイタンってあのタイタン、あのタイタン、いや、その戦略マップと戦術、あの、はいはい、戦闘マップがあるっていうニュアンスで今タイタンって言ったんですけど、はいはい、アワランキーのやつ、そうそうそう、で、まあ、学生2つのグループ、まあ、最高する赤と青の敵対する同士ですよね。でこれ赤と青って別にそんなに意味ないです、はっきり言って、便宜上の敵と味方ぐらいの話で、というわけでプレーを行う。ただただの演習じゃなくて、仮想敵との指名者やるときに青が味方で赤が敵みたいにしますけど、あの、ただ日本の一部 の、 あのミリオタとかネトウヨあたりが言ってるレッドチームとかそういう意味でもないです、これは、うん。なんかあの人たち妙な誤解してるんですよね。何の誤解を。いや、だから赤軍青軍って意味合いが本当はレッドアレットのレッドじゃない、赤軍と青軍が、赤軍が共産だから分かる。そういうこと意味合い全然ないです。ビッグブルーがみたいな。ビッグブルーってあったね、そういえば。うちにあのゲームある、確かまだ。いや、まあそうなんですけど。で、まあゲームが終わった後で、海外大学の職員が、まあ、要するに教授陣ですね、講師とか。学生の実施した諸々の計画を分析して、いろいろ、まあ、要するにゼミですよね、答案見て、これでどうだこうだって、面白そうだな、うん、いや、面白いと思いますよ、これ、本当にやったら。ただ、まあ、論文の査読みたいなもんだから、かなり厳しいでしょうね。で、まあ、こうした演習っていうのは、海軍が計画するときとかと、海軍の戦い方、ドクトリンっていうんですけど、いったものに反映されます。で、リトルさん、この時にローゲームっていう言葉を使うことに何か懸念を表明してるそうなんですね。ずっとそのことばっかり言ってますよ。まあ、パレスさんがそれ言いたいだけなんだろうという。やっぱり、でも、アメリカでもゲームって、ね、ちょっと理解が。遊びっていうニュアンスがあったんでしょうね。あるんでしょうね。
いや、またってこれ1910年とかそれぐらいの年代ってことですよね、うん、まあもろにそうでしょ、だってそうだったら、まあね、ガチョウのゲームあんな感じのゲームぐらいしか思われてないですよねガチョウのゲームはまあそれは倉原氏がいかにこうゲームということは遊びじゃないんだってことを、倉原さんもなんかそのことばっかり言ってたでしょ、断ることに言ってたのに同じ名なんじゃない、こうゲームだからなんでしょうね、そういうなんかあるんでしょうね、そういうずっとそういう、いやでもそこまでおゲーム特別なもんでもないと思うけど、ね、ゲームはゲーム強さでやっぱりあると思う、圧があるんじゃないですか、パリネズミが、それでまあピーター・パーラーさんそうした懸念は今でもあると、でプロのボードゲーム関係者が悩んでると、まあ倉原さんみたいなことを言ってるわけですね。でまあリトルさんはあの海軍大学のリトルさんは野外演習において茂木先生のことが持っているような効果を持っているんだよって言って、陸軍の地図演習、まあこれ地図演習って訳してるけど多分図上演習でしょう、うん、に習って海図演習っていうことを使うっていうふうに決めてますね。でまあ、ジョミに、まあ、戦術概論という書いてあのクラゼルというライバル的な人ですけど、地図上の戦争って呼び方してるよっていうふうに言ってたそうです。なんかジョミって何かに出てきたね、前この人、あジョミにあれとあのクラゼビッツの、あクラゼビッツだけど確かにジョミには出てこなかったんじゃないかなあちょっと出たかな、さすがにちょっと細かいところ忘れてしまいました。まあジョミンに興味ある人、戦術概論という本出てるんで読んでくださいあんまり面白くないと思いますけど、で、まあ、戦争ゲームだと言われてゲームとしての性格を持っていると、だけど他の一般のゲームと区別する何性格と字違いますね、性格じゃない、うん、あの人間の心の中の性質とか性格のその性格です、うん、正しさじゃないです。でまあ、普通のゲームっていうのはどうにかなったら勝つ機会を必要としてるか、まあ、勝つためにやるんだと、でまあゲームの負けた方のプレイヤーにも楽しさを与えることを目的としてて、まあそうなのかな、まあ、ね、まあやったことで楽しいっていうのはありますよね、勝ちの本質で、戦争はゲームじゃないよね、そうそうそう、負けたら大変だからね、いや大変ですよね、まあ、今もさっき大変なことになってますけどね、どうでしょう、分かんない、いや想像いいにするのか、まあ言ってるけど、でもなんかもうみんな嫌がって逃げてるって、まあ、ちょっとああいう戦争において負けるとは何を指すのかもよく分かんないですけど、だからまあ勝利条件がないというか、うん、敗北条件がないというか、うん、だからウクライナ全部併合するまでないってことなんで、うん、だからそういう意味では総力戦ではあるけど、うん、いやなんかまあ、総力戦というにはな、どういったでしょう、ああいうダラダラと続くタイプの戦争ってあるじゃないですか、こう、うん、あ総力ってほどの総力はかけてないよみたいな、100万人どころだから総力ではない、うん、あの2つの国が総力を上げたら100万じゃ済まなくなっちゃうから、うん、ベトナムだって何年やった、だからベトナム10年かな、ベトナムサイドにとってはまあかなり総力に近いとは思うんですけど、アメリカはねずっとこうパチ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 やってるんです、うん、まあ、あれはイスラエルが一方的に虐殺してるわけですけど、うん、基本的にはなんかこうああいうダラダラした戦争ってどうしてもやっぱりイラン・イラク戦争のイメージが強いですよね。そうだね、あれはでも確かに総力戦なんですよね、あのちっちゃな国にとっては、あれは誰も得しないんだよね、なんか、うん、そうですね、さすがなんかお互いが疲れていくばかり、うん、で最後疲れてやめた、やめたもういいやつだったら、だったら最後はやらなきゃいけない、そうはいかないところがあれって言うんなんでしょうね、ジョミニーのやつって昔私も読みましたけど、クラゼビッツよりだいぶなんかこう情念がなくてマニュアル的だったような記憶が、あマニュアルですよね、うん、気がたく言えばマニュアルだからこそ受けたというあの時代に、あ、うんうん、だからクラゼビッツってお前なんかいろいろ言ってるけど結局負けたんだろうみたいなことをよく言われるわけです、うん、だけどジョミニーってもうちょっとこうプラクティカルというか、うん、なるほど、はい、戦争とは何ぞやみたいなことにくたくた言わない言わないでね、そう、まあね、負け勝ち負けわかるんだったらね、マチャビルだって負けてもね、公使館だってずっと自分だったわけでうまくいったことはあんまりないよね、うまくいったことはないですか、イエスだってね、そうね、うん、確かに、でまあ賞を改めて、リトルの尽力で海軍大学の他の職員のオーゲームの価値をようやく認めるようになったなりましたと。でまあ、オーゲーマーは海軍大学校の子孫のルースからマハン2代目の校長ですね、その下で
まあ、教育のプログラムに組み込まれていたわけですが、第一次大戦後にシムズやフィスケという、まあ、こういう海軍司令官がいるんですけど、がより実践的な戦い方に結びつけたと。でまだこの時リトルさんも現役で実用システムまたは軍事計画立案過程の採用に関わったと、このゲームを関わらせたと思うでしょうね。で軍事原則は大いにて学ぶのが最適という考え方に基づく教育法だと。それで手順としては情勢見積もりやって命令書かせてゲーミングあるいは図上演習をやって評価をすると最後に、それがまあ効果的だと。これでも今社員教育でもこんなことやってますよね。そうだよね、うん、このままずんなるよ、ね、私もなんか講習でちょっとこれっぽいこと、まあもうちょっとあのなんていうのかな、RPG 的な方でやった記憶はありますけど。でまあその目的とするとか指揮官が上の方で考えたやり方に盲目的にとらわれることなく問題解決のために、要するに自分で考えて自分で選択するという必要性を延々するためだというのがリトルさんの考え方でした。まあそうだよね、確かに。あの上の将軍が言ったからそうしろっていうもんじゃないですよねっていうのは、戦争っていうのは。でまあ同時にウォーゲーミングの限界ももうすでに明らかに分かってて、戦争の方法の中にはどうしても不完全さがあって、でまあ合理的な禁止、まあ似たようなことが我々が望む最適の、あーちょっと言い方悪いな、ゆうちさんが通販をアップしてくれて、じゃあこれをこれもですね、それ、はい、あのガイドフォープロフェッショナルウォーゲーマーズの教室と、あと24ページの図鑑です、うん、あそれカメラあるって言ってると、いやこれはあのカメラ映ってないです、うん、なので写真撮らないとか、ね、やっておきます、はい、あすいません、どうぞ。で、まあ、要するにゲームであくまでも近似的なものを得るだけだよっていうことは常に分かってて、でもそれが最適なんじゃないっていう、まあ何でもそうですけど、でもそれを言い出したらシミュレーション自体はそうですからね、今のまあね。でまあ、イートルは1915年一次大戦の最中に亡くなっちゃいまして、まあ、それまでずっと海軍内閣のウォーゲームに関与してたわけですが、で幸いなことでイートルさんの関与してる間ずっと順調にウォーゲームに発展してました。でまあなんか知らないけどイートルさんは世界最初のプロのウォーゲーマーだったと思われるという評があるそうです。このままの定義は分かんないっていうよく分かんない。他に何もしてなかったってこと？いや違うでしょ。さっきも書いたようにいろんなことやってますから、プロのウォーゲーマーってなんか今だと意味合い違うよねっていう、なんだろう、e スポーツの人間とかそういう感じになっちゃうね今。それで食ってるというよりは違う、例えばほら作家とかやってそれで食ってるなくても作家っていうわ、うん、プロの作家って、まあ、一応仕事として職業としてやってるわけ、アイデンティティを置いてそこいるわけじゃないですか、つまり。ああ、アイデンティティの話は仕事の中核の部分にウォーゲームが入っているなってことになるんですか。だから鈴木源一郎さんが自伝でゲームデザイナーって名刺をすった、そう、職業ゲームデザイナー、うん、そうそういうことなんじゃないですか、うん、名刺にすったかともかくとして、まあ、そういうふうに紹介したというか名乗ったというか、うんうん、そんな感じなんですかね。今プロのゲーマーって言われる人がいるかどうか、ちょっとプロのマージャン打ちって言いますけど、ね、プロのマージャン打ちとかプロのパチンコはこれそう、プロのウォーゲーマーってそのいわゆるゲームプレイヤーではないわけでしょ、これ。いや違いますね、ゲーミングの方でのってことですよね、うん、そうね。あえて言えばプロのウォーゲームデザイナーの方がまた近いぐらいじゃないですか、うん、プロパーってことだな、プロパーってことだな、今ならそういう言葉使うでしょうかね。でまあパラグラフ変えますけど、無効にされた信託っていうタイトルついてるパラグラフですけど、1次大戦と2次大戦の間のゲームの関わりですね。まあ、第一次大戦が終わった後ちょうどリトルさんも亡くなってすぐですけど、リトルさんがやってたゲームに対する要求だけでは不十分だっていうのがなんか見えてきまして、
特にあの一次大戦で出てきた潜水艦とか飛行機が反映されてないとゲーム自体に、うんまあ、これは確かに大きな問題ですね、うん、であと戦艦戦艦で一括りしてたけど船によって性能違うじゃんっていうのもちょっと問題になってたらしい、うん、逆に言うと性能の違いとかは織り込み済みではなかったってことですよね、うん、そういうことですね、なんかこうデザインの綺麗さを優先してるわけですよでまあ、1918年10月、第一次大戦が終わった翌月ですね、シム提督というアメリカの海軍提督が海軍在学校長になります。で、まあ、シムさんは指揮と調整を取る技法を優先して、まあ、つまり艦隊の指揮やなんかの方を演練することを優先したと、ウォーゲーミング で、ウォーゲーミングはプレイヤーに意思決定の経験を与えることを第一の目的として実施されたと。要するにゲームの時に次から次に起きる課題に対してどうするどうするということを慣れさせるということを重視して、要するに後でいうシミュレーション的な価値はあんまり考えてなかったというふうに言った方が分かりやすいかなと、まあ、一種の訓練みたいな、ね、訓練、本当に訓練ですね。で私がちょっと中つけてるけど、ゲームを通したアナリシスより教育するとしての価値が重視されたと、うん、要するに解析のよりもとにかく教育のための道具としての価値が認められてたよと。で当然ながら飛行機とか潜水艦は追加されましたと。であと国防艦の運用用法についての要するにどう使ったりっていうのはこのゲーム通してだいぶ研究がされたそうです。でまあアメリカ海軍の士官のプロ意識と能力に非常に重要なツールではあったというふうに言ってます。海軍のデザインって大変ですよね。新しい技術が出てきたときにどういう結局まあこれってデザイナーの販売になっちゃうじゃないですか、どうしたところで、うんね、評価難しい、ね、難しいですよね。その1回でかい戦争やってある程度見えた後だったら別にまあいいんですけど、うんね、出たばっかりの兵器って、ね、新しいですってどんどん出るし、ねうんうん、ましてこの一番出てきた時代といっても過言ではない、うんうん、相手の兵器に対して定常的なあれが取れない、うん、データないからそれができないもん、うんでまあ、1922年に、ちなみにこれワシントン海軍軍縮条約の翌年なんですよ。何にもなくて1922年ってあのパールさんあっさり書いてるけど海軍の研究者がその辺に注意払うべきじゃないっていうのは私の自信ですが、海軍大学は戦争被害評価システムとしてまさに今言ったような話が出てくるわけで、新しいより複雑なものを採用したと。まあ、結局でも試合のゲームでもこの傾向って避けられませんよ。だんだん複雑なこうシステム化していっちゃうっていう、でやれなくなってまた厳選回帰するという、何度もそれ見てきましたけど。でまあ今度はその対戦の間にあった戦略的なゲーミングがっていう話ですね。海軍大学の戦略的ゲームはほとんど変化してなかったと、あの戦前からのもので、で基本的な動画はやっぱり海図で、舞台は記号で今度表すようになってますけど、でも相変わらず職員は、つまり大学の先生たちがしている事前に作ってプレイヤーにやらせて、でまあどうなったかという表をまとめるわけですね。でまあゲームの指導者は搭載部って言うんですけど、これ専門用語では両軍の行動をプロットしてまあ記録していくわけですね。でそれに基づいて今度新しい状況、例えば君の艦隊、次のあの艦隊と遭遇したよみたいなことを言うわけですね。でそういう感じで艦隊が近づいてきて、あの本当に戦える範囲まで来たら指導者、あの調査部が一回ゲームをそこでやめさせて次のシナリオに移行するのか、あるいはもっと艦隊戦の細かいゲームにやらせるかということを決めるわけです。で結局戦前からの変更点ってルール的なものはなくて、技術的な新しさというのは基礎艦、あのこう筒があって、あの何ていうかな、昔は基礎艦ってよくあったけど、あの基礎艦って、基礎艦ですか、あのパイプがあって、あのそうです、そうそう、なんかこうプシューンってカプセル、あれ今でも日本で使ってる人があるんじゃないかな、どっかで役所が使ってんの、確か官庁が。どういう使い方してるの、聞いたことある、要するに書類を送るのに便利だからっていうあれですよね。昔は SF によく出てきてたんですけどね、これ1930年ぐらいの SF にスチームパンとかその系統のように出てくるイメージですよね、うん、どれが基礎艦、基礎艦、あのカプセルになんかあの物を突っ込んでプシュンってやると別の部屋にポーンって飛んでくるやつ
あのその建物に管が張ってあって、うん、はい、昔の SF では本当に結構でしたよね。あの昔って最近こう復刻した戦いオスパーっていうですね、うん、アニメがあって、1965年とかの山野光一が脚本、主題歌は寺山修司、うん、で稲田隆っていう手塚の弟子だった人が漫画「キング少年キング」で演奏していたやつが、でアニメはほとんど失われていて、うん、前復刻1話だけ見つかったんですね。でそれの漫画版の拓本だったんですけど、こういわばインディペンデントっていうやつ読むと同じのありました、ね、だから手塚とかからの向こうの黄金時期というかスペースオペラの作品を読んでいた世代が、まあ、要するに大世代の日本 SF 作家たちの、うん、それをコミカライズの人たちのイメージだから、やっぱり20世紀前半で、ね、そうですよね、はい、ハイラインだともう出てこないって感じだもんね、はい、その前の何だっけ、戦前のハイライン、そう50年代40年代50年代ぐらいだともう出てこない、うん、はい、スカイラークシリーズぐらいだと出てきそうな。スカイラーク今度ですね、草原 SF 総会でってスカイラーク読み直したら、うん、とんでもないファシスト小説ですね。あれそうですよ、はい、最後本当にね、日本あのお前踊った人種だから絶滅させるとかを、平気で正義の側が言うんですよね、お前たちは。重吉さんから、まあ、病院だとまだ現役らしいですって。カルタ送るんだ。じゃあ今検索したら病院の検索結果がたくさん出てくる、ね、うん、はい、なんか、ね、あの血とか送るらしいですよ、血、血液、血液してすぐ送るのか、映像だと、うん、プリズナーナンバー6出てきますね。ああ、はいはい、はい、あれ出てくるんだ。あのプリズナーって不条理 SF ドラマみたいな先駆けで、ある村にスパイだった主人公が、あの拉致されてここにいるとみんな番号で呼ばれて、番号の影みたいな、俺は自由の人間だっていう有名なセリフがあるんです。でこれはナンバー2っていうのが 親玉がいて、ナンバー1はどこにいるか分かんない、でナンバー2は話によって全然千差万別、男だったり女だったりする、うん、それが奇想感で主人公を監視して、あのデジタルじゃないんですね、アナログで監視するんです、うん、全部とか、この前亡くなったゴダールのアルファビルも出てきたと、やっぱり記憶してます、うん、はい、でも当時にしては未来的なイメージなのかな、これ病院ででも奇想感が使われるっていうのは、これアナログでもできるから、あ、まあ物を送れるからですよね。ああ、そうでしょうね、データじゃなくて物を送るには他に手がないもんね、うん、人のまま持ってくれる範囲、昔の収集でそういうのがあったじゃんね。ああ、はいはい、ああ、ゲートを送るやつがありましたね。昔の SF で藤子不二雄で人間もそれで送られてくる、いやさな、なんかな、割となんかその一時期何でもその管で送るみたいな思想があったんですよ。いや、ダストシュートとかもそういう発想だったんですよ。ああ、そうなんですね、あれはまさにフォード主義みたいなものを想起させるからじゃないですか、勝手に送られてくるっていうの、うん、大量生産、大量消費なんですかね、うん、うん、ロマンがあります、ね、まあ、ロマンはありますよね、基礎感はかなり、うん、北米に2300の病院で採用されているって、あ、病院なんですよ、ね、北米すごいな、すごいね、うん、あ、いや、ちょっと話をしてみますね、で、まあ技術的な変化はそれぐらいしかないけど、潜水艦と航空機は加わったよと、当たり前らしいんですけど、でゲームのことはこれの方がむしろ重要ですね。アメリカ沿岸での戦いの話だったものが、うん、かつては今度は太平洋という広大な地域に展開して、東、太平洋からフィリピン、まあ、東太平洋ってアメリカの西岸ということですけど、フィリピンまでアメリカが反攻について参加するようになったと、まあ、戦略が変わったわけで、で仮想的変わったって当然これ日本のことなんですけど、仮想的、うん、例のオレンジなんとかとか、オレンジ計画とまさにその時代のことなんですよ、これはいつのものオレンジ計画って何でしたっけ、アメリカが日本と戦争する時の計画、反攻プランがいつかあって、あ、はいはいはい、そうそう、オープランオレンジって本出てるんで、日本語訳もありますから興味がある人は見てください、あります。でまあゲームの方はといいますと、戦略部の教育にこう密接に、まあ、統合ってこの字じゃねえのかな、もしかして、まあ関わりになったと、要するにゲーム通じてこのシミュレーションしてどうなるかっていうのを何回も
練り直すわけですね。フランオレンジってローゲームが出てます、ね、コマンドバージョン、うん、ああ出てます出てます。でプレイ中で状況の次第についていろいろ討議をしてと学生というかまあ参加者は、討議を奨励ですよね。あの討論すること自体はもう奨励していると、ああしようこうしようということで、教官の方もゲームの後の、まあ、討論のためにちゃんとして役立つ教官の回答をあらかじめ作っておいたと。まあでもアメリカってディベート的なこと好きですよね。好きですよ、本当に好きですよ、うん。でも海軍大学、アメリカの海軍大学の資料館にはこの対戦中に実施、あ、対戦の間に実施された300以上のローゲームの記録が強くからすごいですね、これ、うん、30年ぐらいで毎月のように何かやってたんでしょうね、記録があって。ですごいのがこの休憩以外全部日本との戦争に焦点が起こりてたという、うんうんうん、ああそうですかという日本がそこまで対米戦真剣に考えてたわだってゲットするんですけどねもちろんやってますけど、こんな290回もやるようなのはまだやってたのかなという気はしますね。ちょっとこの辺のアメリカ人のなんて言うんだろう、努力というか精神力には頭が下がるとしか言いようがないですね。で面白いって言ったら変だけど、戦争の長期化というのも予想されてたわけで、本当にゲームやってみて、これはすぐに戦争終わんないだろうみたいな感じ で、まあ、国家とか社会の間の長期にわたる争いになるよという、まあ、現実的でクールな見方がだんだんこう育っていったと。まあ、シミュレーションのある意味正しいやり方といえば正しいやり方なんですけど、でまあ、戦争に起きたことで予期しなかったのは神風の他になかったという意味ってところで有名な言葉通りで、まあ、ここで皮肉書いてるわけですけども、でまあ、ニーツの論文引用してますけど、これはあんまり意味ないんで省略します。ただアメリカ人って神風って妙に好きなんですよね。何かというと日本が関わると神風出てくるんだけど、まあ、痛くなんて狂ったことをするフィンランド軍隊なんてそうないんですよね。だってあんなの死ぬために行くだけだもんね、うん、だからそうですね、こう例えばチェチェンの女性とかが、あの夫が殺されてブラックウィードって言って、うん、まあ、これゲームでシナリオにしたことあるんですけど、それはまだ合理性があるわけです、効果が見越してるから、うん、別にあの特攻っていうのは効果がない。だからね、頑張ってやったぞっていうことを言うためだけに死ぬわけでしょ。だから片道しかないっていうか、そもそも空母までたどり着かなかったわけでしょ、まあね、うん、だからこう、完全に狂ってる。そうね、まあなんと言っていいんだから言いようもないんですけど、まあインパール作戦とかやったらいいんですから、まあ今のブラック企業とか見てるとね、日本人ってやっぱりそういうとこなんかあるんだろうなって気はしないではないけど、で、まあ、結果はどうでもいいんだよ、うん、なんか努力を評価しちゃうっていうね、やったことが大事であって尽くしましたっていう死亡行神風の話はしょうがないんで、でまあ、戦略的なゲームからやられた見解に基づいて海軍の方は太平洋に広がる慎重な一歩ずつの構成作戦、これがオレンジプランですね。要するにそのために必要なものとか、あと国家全体で政治的とか軍事的機構に対する要求事項をいろいろ突きつけたってことで、ね、まあ、何がいる神がいるって言って、で、まあ、実際すごいことを後でやることになりますけど、でまあ、ゲーミングの事実は世界におけるアメリカの役割そのものを再評価する能力を有する、将来の戦争の実施についての戦略的概念意識を把握することをアメリカ海軍に指示したとパーラーさんは締めてます。ものすごい日本語ですね。すごいよ、悪文だよこれいや言ってることすごいんだけどさ、アメリカ世界国家になる、まあ、一歩踏み出したということを、いやそれでいいと思うんだけど、これだけでもそれはゲームによって分かったみたいに思いますけど、そこまでいっちゃっていいんですかね。いやうん、違うと思うけどね、まあ、これあっただろうけど、もっと筆者のあれなんじゃない、そんな感じがしますけど、むしろアメリカのもっと上層部の意識としても押し出そうって意識になって、それに対してアメリカが海軍の役割が一定の役割がやがって、その中でゲーミングが役に立つというぐらいの書き方した方がより綺麗だと私は思います。あなたをも脱出できると同じようなこの歴史の書き方をしている全てこれであるみたいな
これってだからニミッツもウォーゲームをやってたってこと？あ、そう、もちろんやってますよ。うん、まあ別にニミッツに限らず世界中の海外でやってますけどね、同じようなことがこの頃になると。ただやっぱりこう、例えば某三浦何とかって人がいて、うん、はい、国際政治学っていうふうに名乗っていて、うん、まあ、藤原貴一からの国際政治学っていう流れは、国際というのはアメリカの利益を最大にするための学問だと、うん、白井聡さんが言ってた。ああ、はい、まあそうでしょうね。だから国際じゃなくてアメリカ中心主義で、うん、だってグローバリズムってなってそういうイメージあるんですよね。そうですね、あの結果としてのグローバリズムとアメリカのやりたいグローバリズムって実は別物ですからね。あの自由、そう、当然、はい、まあ統一教会が金もらってるんですよね。まあ露骨に保護あれしてるもんね、擁護してるもんね。あんなに露骨に擁護していいのかな、大丈夫なのかなと思う。世論というよりは支援者に復興向かれるのは嫌なんでしょ、多分、うん、お金、まあ、いいんじゃないですか、まあ、まともな人間は誰も相手にしないんですけど、うん、まあ、まあ、ファンは多い、一般化されてるから、うん、すいません、いい別にそれは全然今の話題なんて構わないんですけど、いや、 やっぱり大事なね、うん、あの本当に今度山形博夫さんがヤックス早川から出るっていう、こう反リベラルの2番甘くみたいな、こう有名な欲望でアメリカでは、うんうん、欲望というかめちゃくちゃな、あの白人用語みたいなのが出るんですよ、ね、そういう時代なんです。アメリカも星強くなってますからね今。そうで、何の話ですか、次ですか、次ですか、領海戦艦の、あ、はいはい、じゃあ行きますね、はい、領海戦艦の戦術、今度戦術の方ですね、さっきのまさにこれ戦術 のゲームの盤面なんですけど、まあ、アメリカ海軍が実施したゲームは戦術の問題を暗示しましたけど、要するにこんなこと起きんじゃないかなみたいなこと言ったけど、じゃあどうするっていう案があんまり試されることがなくて、まあ、そうすること自体が求めた、まあ、シミュレーション的なことはあんまり求められてなかったと。で、解析の道具としては不十分だったと。まあ、解析して得られた結果は最終の成果じゃなくて知恵の始まりだと、まあ、考える第一歩ぐらいでしかないよねみたいな認識で片付けられてたそうです。で、まあ、1930年代の初期にハリス・ランニングという人が、まあ、海軍大学の学生と、出会った時代と海軍大学校の戦術部の部長としての経験から艦隊同士の戦闘行動による学術の重要性を増大した、要するに大ゲームを利用してもっと学術的に戦術どうにかしようやという話を持ち出したわけですね。で、まあ、艦艇の武器の有効性と運用に関して得られたデータを編集し要約するためにうんたらかんたら、まあ、統計学が初めてここで使われるようになったってことなんですよ。で、だからさっきの2対1なるとかあんなレベルのことしか昔はやってなかったってことですよね。で、船との戦いだったら台風が当たったの当たらないのってなってたけども、そういうことじゃなくてもっと統計学的に戦いになったらどうなるという結果をまとめとこうっていう話がようやく1930年代に立ち上がったわけです。で、まあ、戦術的ゲームは3分間の銅、まあ、銅っていうふうに訳したけど単位で書いてくれよという実は私の考え、銅ってんだろ、銅ってすごいな、ムーブを訳してんだけど単位でいいとかフェーズでいいよねっていうこれ横山さんがめちゃくちゃの役だって言ったのはよくわかるんですけど、銅の中には銅とせえで、まあ、銅の中にはって言うと分かんなくなる、銅の中には3つのフェーズがあって、それ行動フェーズ、創作フェーズ、通信フェーズだよって、こう書けば素直に分かるという、まあ要するに移動するフェーズと、そこから見えるか見えないかのチェックのフェーズと、あと連絡するフェーズがあるということですね。で、まあ詳細で明白な現実性、まあ正解にはリアリティが高いって訳すべきだと思うんですが、戦術的ゲーム複雑な規則、要するにルールが細かくて複雑だけど戦術的ゲームにありがちなことですけど、太平洋戦争が起きた船と船の戦いの実態の最も重要な要素を一つ評価していなかったっていうところがこれ面白いんですね。要するに戦術的ゲームを作って統計学とかも取り入れて細かいルールも作ったけど、それ実態としてはそぐわないもん、実際にはそぐわなかったと。っていうのは
古典的な考え方もシナリオに従って、要するにそういう戦い方が起きることはなくて、実際の戦争では、ここが大きいところですね、シミュレーションの重要なところだと思いますけど、まあ、ここで書いてあったソロモンの一連の海戦って書いてあるけど、まあ、大体ガダルカダルの戦いって言ってくだされば、ああ、あの辺のことなんだねってのが分かっておりますが、夜間の戦闘が多いんで、突然敵味方が出会って、で戦いが始まって、勝敗があっという間についちゃうみたいな、しかも大体のところでアメリカの方が破滅的なことになることが多かったんですけども、まあ、そういうことは戦前で考えたのは、戦術のゲームのシナリオでは全然考えられてなかったと、要するに、想定が悪かったってやつですね。で、まあ、このパーラさん、ソロモンのケースにおけるゲーミングの失敗っていうふうに書いてます。ソロモンのやつは瀬戸さんの本で、うん、ここにいろいろ書いてますよ。太平洋島の本、うん、話ですね。まさにあの話です。でこれは結局ゲーミングって僕は失敗したっていうよりは戦術的な見通しを誤ってまとめることができなかったっていうふうにまとめてます、パーラさんは。まあ実際そうだと思いますけど、うん、逆にいくらゲーミングを利用しても先見通すってのはそれだけ難しいことでもありますよね。まあ、まあセッティングを作った時点である程度の過程をどうしても分からざるを得ないっていう難しさはあるわけですよね。でこれ多分ボードゲームじゃなくて、ね、コンピューターが使ったシミュレーションでも結局同じような問題点出てますよね。で多分これから AI がやってもやっぱり、うん、その分析一般の問題というか、うん、まあそうね、うん、微分はなんかできるけど積分持っていくとおかしなことになるよねみたいな感じですよね。細かいアナリシスでいくらでもできるんですよ確かに。それこそこの3分間じゃなくて1単1秒とかになってやろうと思えばできるわけで、じゃあそれ何が意味あるのかっていうと、大元がまあ間違ってるっていうのはまあよくある話です、ね、でもそういうことを徹底するとゲーム、ウォーゲーム否定論までいっちゃうじゃないですか。いやでもウォーゲームに限らないですから、ね、まあ、これは、うん、何でもそうじゃないですか。一応も当たったらやったら、うん、何でもそうです、ね、先のことは難しい、うん、いやまあそれこそこの後でいいのかな、オペレーションズリサーチがまあ変わって登場するのってこのもうちょっと後だと思うんですけど、うん、オペレーションズリサーチならその辺がなんとかなるなんてことは何一つないわけです、うん、同じみたいならないですよね。いやだから顔すぎるのとか出てくるわけだし、ここはね、なんか AI 信者にちょっと言ってやれてるとこありますよね。 AI 導入すれば何でも解決するんだみたいなこと言ってる人いるけど、いや無理だよそれっていう、うん、でまあ、オペレーションに対して一応科学的とこになってるじゃないですか。いやだから別にその科学的なんですけど、そのいや科学の問題もまあ完全にそうで、うん、結局アジェンダを設定しないと問題は解けないわけですよ。まあそれはそう。でここで言ってるのはそのアジェンダの設定自体にその厄介な部分があるよって話だから、うん、別にこれは、まあ、それ間違ったらどうしようもない、あのな何だっていいんですよ別にその、何にでも当てはまる話だから、はい、学問で言ったらいわゆる理科系の科学もそうだし文化系の学問もそうだけど、仮説じゃないですか最初に作るの、うん、でそれが正しいかというと検証するわけだけど、本当に正しいのっていうことにやっぱりなっちゃうわけで、うん、よく言われるんですね、ミネルヴァの袋を夕闇飛び出す、うんうんうん、そうですね、昼間は見えないですよね。はい、あのミネルヴァ書房が小田武彦の本を出しているようなまたそういう邪馬台国はなかった話でしたが、幻の東北王朝、あ真実の東北王朝、邪馬台国がなかったら、まあ、仮説としてはいいけどね、三国志の用語本です、あじゃあそれでは入ってます、最後のところでいい、はい、でまあ、戦後に話が移ります。戦後初期のゲーミングというタイトルの最後のパラグラフですけど、あでちなみに今日のやるとこまでがアナログ時代の話です、はい、次回から今度コンピューターが導入されてからの話、だからちょうどここがまあ割とキリがいいかなという、軍事といえばコンピューター、コンピューターといえば軍事、まあで戦後になって大戦直前に海軍大学がいろいろ改革してて、その煽り食らってオーゲーミングの時間って減らされちゃうんですけども、で戦争中になると今度オーゲームでしばしば当時起きた戦いを再演して、まあ、検証してたわけですね。その辺はやっぱアメリカにすげえなと思うけど、日本海軍でそれやってたって話聞いたことないんで、これはすごく意味があるような気がするんで、やっぱりアナリストのツールとしてはいいと思いますよ、うん、でまあ1943年に
創設する陸海軍、この参謀大学っていうのをアメリカ作るんですね、まあ、今もありますけど、自衛隊で CGS 課程っていうのは要するにそれなんですが、これは陸海軍を統一しても陸軍、いやこれ別々ですね、陸軍の参謀大学、海軍の参謀大学って、まあ、うん、参謀大学って指揮幕僚課程って今自衛隊で言ってるんですけど、課程ですよね、大学っていう、そこを通過しないと参謀にはなれないっていう、いや軍事さんも大変ですよ、今一生涯勉強し続けなきゃならないから、偉くにありは試験試験ですから全部、うん、いやこう見ると膨大が社会科学でなかったっていうのはこう、うん、さっき言った神々の国だっていう感じがなかったんですか、え、なかったんですか、膨大学校昔はいい加減だけだったの、まあ、あるっちゃあるんですけど、うん、いやまあその科学的な社会学というのかな、うん、社会科学、まあ、ウェーバー以降の社会科学っていうのが、うん、導入されるのはかなり遅くて、ああ、ね、まあ、だから、あ、だからなんだっけ、元空軍、空軍じゃない、航空自衛隊の幕僚長の、タモガミ、そう、タモガミみたいな人がその世代だっていう話、うんうん、あ、全然変わってんじゃないのな、それ以降の、例えば膨大とかで教えてるのは、もう社会学校ちゃんとやってるんだっていう話を倉原さんから今やってましたが、最近も膨大女子とか出てきて、膨大女子の、若い、ああいますね、そう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 、雇用コメンテーターみたいにいるからあんま変わってないんですよ。本質変わんないんだろうね、日本人だろうけど、いや分かんないです、なんか悪いマーケティング学とかをこう見せる、社会科学ってでも一応客観性がほらウェーバーっていうのは自分の客観性もちゃんと、うん、マーケティングは客観性あるんですよ、客観性はあるんですよ、悪い客観性が、でまあいいや、話を進める、再戦後もウォーゲーミングは大学の経験の重要な、まあ、要するに大学でウォーゲーミングで経験済ませるのは大事だと考えられたと、で1945年初期、要するに再戦が終わった年ですね、ゲームの原則、まあ、ルールと被害評価システムがそれぞれのゲームごとに作られて、で、まあ、要するにルール刷新してっていう話ですね、であんまり厳格でない規則に置き換えられてるとかなかなかミスで、要するに細かいことあんまり追求してもしょうがないんじゃないという、モダナイズされているわけですね、うん、でまたこれやってると思いますけどね、厳格になってコンピューター入るから、あ、まあ、コンピューター入るとね、入れた方がいいかなみたいな気にはなりますよね、うん、やっぱり、でまあ1950年代初期までこのルールの刷新というのは、まあ、一応されたと思う、で1947年に私ロジスティクスの過程で最初に、まあ、使われたというふうに書いてます、ロジスティクスって、まあ、どうしよう説明するの大変なんだけど、まあ、補給とかなんとかそういったことのもろもろが物流とかロジスティクスなんですが、まあ戦いじゃなくてそっちを先にやったってのはちょっと面白い気がしますね、日本人的じゃない発想だなと、確かにそうですね、物流でウォーゲーミングみたいなことを先にやったんだっていうのは、要するにいかに効率よく物を運ぶかっていうのをチェックしたんでしょうけど、うん、まあ冷静になってみるとそっちの方がデザインしやすいのはまあ確かではあるんですよ、うん、そのあ我々がゲーム作るときにはそんな面白くなさそうだからカットしやすい部分というだけなんで、そうですね、だからやろう、ちゃんとそのルールとして作ろうと思えば全然こっちの方がじゃちゃんと作れるし、アナリスもできると思うんですよ、いかに補給線を切らさないか、切らさないかとか、うん、効率的な、あと切れなさそうな補給線を作るかどうか、うん、あとまあ頻度がどうかとか、いろいろ、まあ、あとは教育目的だからじゃないですかね、うん、あ、そうですね、だから将軍のロールプレイしてほら行け玉砕だとかやらせても何の教育かってないよ、まあないですよ、かえって害悪でしかないからそんなことだから補給について学習させるっていうのはやっぱり最重要なんじゃないですかね、うんうん、なんかインパル作戦みたいなことやられても困るわけでね、インパル作戦みたいになっちゃうからでしょ、あれ補給って概念がないから、うん、ね、いや現状況するんですよ、現だからそれ害悪しかないから、草を食えるんですよ、草食って人間生きられるわけないわけで、草すらないっていう、実はジャングルって一定卒が指揮官の思考を学ぶっていうのがどういう意味があるのかっていうのは、例えば、ま、経営学を将来のブラック企業の仮想社員が学ぶっていうことにどういう意味があるのかって結構マイナスな側面があるじゃないですか、あります、うんうんうん、これを考えると、まあ、これはやっぱカム高校生のゲームだったっていうことなんでしょう、うんうん、そうですね、兵隊さん作るのにはいらないわけだよね、うん、いらないところは逆効果な感じがしますね、そうですよね、うん、
そんなこと知らない方がいいっていう。そうそう、ここでこうやって進めてる、これは俺なんだみたいな。虚しい気分になる。そう、このムーブは捨てムーブと考えられてる。それは困るよな、現場でそれ分かっちゃうとろくなことないよね。まあでもゲームやってる側としては当然あるわけじゃないですか、うん、まあ、ここでは3割生きてりゃいいだろうみたいな。そう、全然やるから、その3割の自分が入るとか入るのか関係ないもんね。大体入ってないことで考えて、うん、っていう悲しさがあります、ね、うん、イデオロギー教義みたいなもんなんですよね。あの我々が政府のイデオロギー注入されてる、はい、経営者のイデオロギー注入されてるとか、そうそうそう、そういう感じと、やっぱり同調の匂いちょっと感じてる。ありますね、うん、その3割にステムーブの3位に入っちゃったって理解できる人はゴミか順平とかになっちゃうんでしょうね。そうそう、全然良くないよ。じゃあ、でまあ、最初の12年間アメリカの海軍大学のゲーミングは教育に重点が置かれてましたと、フォーカスが言ってたと。でその後数年間でプレーを迅速するか早めるための改良がされましたと。で劇的に変わったと。劇的というほど劇的かどうかちょっと私にはピンとこないんですが、まあ、プレイヤーは要するに責任方別の部屋で作戦決めて書いて、でまあ真ん中に審判に送るわけですね。で審判の方はゲーム盤上にその結果をお互いのこうどう動くというのを書いたのに置いて動かしてみて、でまあそれどうなるっていうのをそこで見て、まあプレイヤーにまたフィードバックさせるっていうことをやるっていうことなんですけど、それ迅速化ってそんなにつながってるかなという気がするんですよね。確かに互いに相手のやってることが見えないっていうのはすごくいいんですけど、うん、でもそれ前からやってたはずだし、うん、いやでも意外とその迅速化って大きいんじゃないかなという気もしますけど、まあ、逆に言うとプレイヤーになる人は細かいルールを覚えてなくても今後来たいっていうことだけ言えば、うん、いけるぐらい迅速化できますよ。いや仕事でやってるとはいえやっぱりレスポンスの速さはそれなりに大事ですよ。我々はもう10秒間コンピューターがぐるるだけでもう仕事する気なくなる。確かに。あのこう Windows が突然でなんだバックアップじゃないや、うん、更新中ですとかですとすごくうんざりするという。またまたぐるぐる。まだまだってね、本当10秒経ってないんだけどね。確かにそれはありますね。コンピューターは性能悪くて待ったり。うん、コピーを10枚入れたりするのが当たり前だ、まあ、なんかリアルとかできるシステムが想定されてるシステムじゃなかったですからね、はい、本当に昔は。そもそも立ち上げ版ってまずいで、それから、うん、データ版入れとかやってたけどね。にもかかわらず効率化が起きているにもかかわらず効率されてないなんだろうっていうのはサンプルシートジョブの、ね、うん、問題であって、それくればね。でまあ、あのここで大事なのは相手側の行動を評価して、まあ、その審判の方がね、あのプレイヤーに要するに個々の学生たちに CIC で得られる形って、要するに CIC で見れる形に、 CIC って何かってさせるのめんどくさいけど、あの、まあ、なんて言えばいいかな、要するに船の環境で戦闘中のデータを書いていくんですよ、あの盤に。あの今は見られなくなったけど、昔あの海図をガラス板に書いてあって、あのそこにこう絵の具で情報をどん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 書き込んでいくっていうのがあって、ね、今手っ取り早く見れるとしたらウルトラセブンの何話だかに出てきますよって感じかな。あれはねウルトラ警備隊 CIC があってってそれ書き込んでて、なんか円盤の動きがどうとかやってるんだけど、そんな場面ありましたけどね。でこの CIC ってちょっと説明しますと、地方情報処理センターとかなんかそんな日本語訳なんだけど、あのさっき言ったソロモンのケースが実はすごい関わってて、ソロモンって突然的に会うじゃないですか、発見してそれとじゃあ戦うってやつやらに こっちから敵が来ましたとかっていう、もうぐちゃぐちゃした状況がいっぱいあったんで、それ人間の頭じゃもう処理しきれない、一回図示化しないと分かんないんじゃないかっていうことで作ったのがこの CIC なんですよ。なるほど、うん、それまでなかった。そう、あの例えば日本海軍とかその辺ないから、もう自分の頭で、うん、だから経験が物言ってるのはすごく、ね、意思疎通も大変ですよね、同じ現状把握してるかどうか分かんないみたいな、そうですね、すごい
やさすがにこの、ね、情報工学の発祥の地だなという感じがしますけどね、うん、アメリカって。それは戦略的なゲームの方も変化して、今までは海軍の戦略の ゲーミングだったものが統合と連合だから、まあ、陸海空海兵隊と統合した作戦とか、あと連合、まあ、共同して行う作戦とか、あと、まあ、国同士が連合することもありますから、そういった連合を含んでるんでしょうけど、国家レベルの戦略的ゲームが導入されっていうのがつまりこれですね。盤面的には世界地図ですもんね。政治や経済の要素も取り入れた、さっきをちょっと資料的に持ってきたこれにその辺のことちらっと書いてますよ。書いてあるとちょうど、まあいいや、これ後でちょっと説明するので終わったら、で、まあ、戦略的ゲームは一つのターンが時間だから半日とか 2,3 時間だったものがもう日ごとに何月何日次の日次の日次の日という感じの動かし方に戦略だから、まあ、変化していったと、うん、そうですね、時間で区切る必要は多分ないでしょうね。ないですよね。だからヒッテガイザーがもしかしたら1週間とかそういうこともあるかもしれないですね。でも全然構わない、うん、なん側面もあるでしょうし、で、まあ、最後1956年57年に国家レベルの戦略的ゲームで、ここでまたテレタイプという知らない人も知らない人いい、ね、懐かしの機械が今日お聞きになっている方でテレタイプをご存じない方っていらっしゃる？テレタイプは概念としてはもちろん知ってますが実物は見たことないですよ。そうね、私もテレビでしか見たことないけど、でも1970年代半ばぐらい何かあったらすぐにテレタイプの情報でどうのこうのやってます。要するにこれカチャカチャカチャなんですけど、今だったらワープロって言っても通じない時代になっちゃってるけど、あのテレタイプって文字で打ち込んで打ち込むんですけど、うん、それはテレなので、うん、今どっか電話線みたいなのを繋いでて、うん、これがだから地球の反対側まで回線が繋いでれば、うん、行って今度文字情報で出てくる、うん、反対側 の、そのプリンターからジジジジジ出てくるんですよ。つまりコンピューター使わないメールぐらいに考えていただくと、うん、コンピューターはあるけど画面がなかったみたいな時代はそういうので、うん、その紙実力があったっていうことも紙だったって間違っても昔の SF が出てくるあのパンチカードの名前じゃないですからあれじゃないですから、ちゃんとプリントアウトした文字列で出てきますから。で、まあ、海軍大学とジョージ・ワシントン大学、まあまあワシントン大学ですねを結んで、学生と海軍大学の学生がまあいろいろ参加して、でまあ、え？どんくらい離れてる？海軍大とジョージ・ワシントン大がどこまで離れてる？あれね、ジョージ・ワシントンってあそこだから北の方でしょ割と。海軍大学ってもうちょっと南の、もうちょっとって何キロって言えばいいんだろう、アメリカのスケールでこれぐらいって言うとどれぐらいだみたいな感じだよね。どうせだからそこまでない、まあでもまあ何百キロとか下手したらあるかもしれないなぐらいの。海軍大学ってどこなんだ、うん、でまあ、ここでもロジスティクス研究が先行してこういうことをやってるわけですね、うん、でまあ高速コンピューター導入してロジスティクスの新しい可能、まあ、可能性って書いてあるけど要するに新しい可能性ですね、うん、あと何かあった時の損害の評価を助けることが行われたと、まあ、コンピューターが導入されたところで今回一応終わりということで、うん、で資料はこちらですね、はい、オーザロックス、次の大国の方がどのように展開するのか、大国の教訓というのは実はどうでも本当は私はよくて、要するに軍人さんがこれは海兵隊なんだけど大ゲームをやってるよと、実は今でも、あ、これも写真ですね、そうそうそう、それで写真ばっかり、これって台湾、そうなんです、それをちょっとこれからお話ししようと、ウェブサイトでしたね、これそうじゃないかな、ちょっとドキドキする、なんか一応ねテキサスナショナルセキュリティレビューというすごい雑誌のタイトルが、つい最近って言っても4ヶ月5ヶ月前か、まあ、第3次再戦のシミュレーションやりましたよとボードゲーム形式で、そういう話なんですよ。で海兵隊戦争大学だからまあ海兵隊のさっきの参謀大学みたいなやつですね、まあ、陸軍海軍の他に海兵隊にもあるってことね、もう今はどこの軍隊でも全部あります、うん、そういうのは。あれこれは会員向けのやつですか、ね、
検索しても出てこない。これそうじゃないかな。これこれも人からちょっともらったので、シーモス、テキサス、テキサスナショナル。あ、まず数年前のやつだからそんなに簡単に出てくるか、うん、あ、そうね、3年前だもん。でも2019年でしょ多分。これはこうメンバー限定の、うん、じゃあもうネットにはない。まあこれネットっちゃネットなんだけどアクセスできるかどうかまでちょっとねっていう。今オンラインの方々には私が挙げます、はい、ちょっとその間に話してようかな。で、まあ、あの第3次世界大戦の戦場、いろいろヨーロッパとか朝鮮半島とかあって、その中の一つが台湾もやったと、うん、もう思いっきりボードゲームで、うん、ちょっとヘックスとかあるんですよ。完全にこれだけ見るとね、そうですよ、うん、完全なオーゲームですよ、これ完全なオーゲームですよ。びっくりしたわ、あんまりオーゲーム、オーゲームしてるんで、うん、これは何がもう呼ばれるだろうぐらいの、まあ、こんなことやってて、まあ中国が台湾に侵攻したと、何もない台湾で、こういうのってそのなんかさっきの教育で、うん、そのだから学生が評価をめぐってそのプレーとかするわけじゃないですか、ええ、なんかもう完全にエンダーのゲームみたいな、まあ、エンダーだったら実際でも子供がやら飛ばされるんじゃないか子供がやらされる。そで、それでですね、この写真のあるやつあります。 ありますね。これ台湾の台中に中国が侵攻してきたっていう状況なんですが、とかあるわけ、そこまではまあね、ああそうなんですねって話 で、まあ下にずら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 文章が書いてますけども、私が実はアンダーラインを引いた箇所が真ん中よりちょっと下にあって、これ見るとドキッとするんだけど、これ要するに中国が侵攻してきて最悪の劣勢になってるっていう状況がまああるわけですけど、まあ、確かにそうなんですよ、これ見ると。でじゃあどうなったかっていうと、日本がジャパニーズフォースイントゥーザラインだから日本の部隊が先月加わったって書いてあるんですよ、うんうんうん、でまあ安定化するんだけど、あの要するにアメリカの海兵隊レベルだと日本に記載していることってもう南西諸島を守るとかじゃなくて、台湾で何かあったら出てきてくれなんですよ。そう、そういうことですね。もうそんなこと考えてるんだ。これはさすがになんていうか戦略レベルのマップを用意しないとやっちゃいけないタイプの覚悟ではない。多分政治家からもろもろ含めて自衛隊さんは別として、日本人誰もそんなこと気づいてないんじゃないっていう、アメリカの要求ってこっちなんだよっていう、ちょっとそこはドキッとした。あ、要するにシーレーンを脅かされるのを警護した日本が部隊を送ってくるって話なんだけど、うん、ちょっとねってそれはちょっと待ってくださいよなんだけど